2014年11月20日23時32分。ネットで見つけた怖い話。第7529話、拾った財布。私の祖父の話。祖父が若い頃、道で財布を拾った。開けてみると少しの小銭しか入っていない、古めかしい布でできた財布。交番に。と思いつつ、大金ではなかったからか忘れて持って帰ってしまった。その夜、風呂から上がり自室に入ろうとすると、誰もいないはずの中から声が聞こえる。よ、敵、用事、なあ、不思議に思いとを開けると、祖父のカバンの周りをギスギスに痩せたザンバラ髪の女性が歩き回っている。思わず叫んだ祖父にその女性は、よう持って帰ったなあ。と言って消えた。あっと思いカバンを開けると、届け忘れた財布が。祖父は夜が明けると同時に交番へ走ったとか。それ以来、大事そうなものが道に落ちていても絶対拾わないことに決めたそうな、どういう財布だったんだろう。ネットで見つけた怖い話。第7530話、慰霊碑。小学校低学年の頃の話なんだけど、両親と二人の姉の五人でお墓参りに行った。神奈川県在住で、墓地は千葉県。事故で高速が大渋滞で、墓地に到着したのが夕方。ちょっと気味悪かったが、せっかく来たのだから墓参りした。母親が墓石の掃除を軽くしていた時、少し遠くにある塔の陰から人らしきものがこっちを見てた。私は、そのものに釘付けだったが、お花も池を線香にも火がついたので、両手合わせて目を閉じた。なあむう。でもそのものが気になって少し目を開けた。そしたらそのものが、家のお墓の三列奥にあるお墓の陰まで移動していて、こっちを見てた、男の人だった。ちょっと怖くなってまた目を閉じた。両親が、じゃあ、そろそろ、なんて言い出したので目を開けたら、その男の人は家のお墓の後ろに来ていて、片目だけでこっちをじーっと見てた。何の感情もない目。怖くて姉にしがみついて、お墓から離れた。後ろを振り向こうと思ったら、姉が、見ないの、と言われたのでやめた。その体験は封印した。で、私が28歳の時、父親が亡くなった。その千葉県にあるお墓に埋葬した時初めて知ったのだが、少し奥にある塔は無縁仏の慰霊碑だった。もう時効だと思い姉に二分の一の体験を話した。一番上の姉は知らなかったが、二番目の姉は終始見ていたという。慰霊碑の陰から覗いていた人は、もちろん歩いて移動したのではなく、スーッと消えてスーッと現れたという。多分、無縁仏の霊だろうね。と。ネットで見つけた怖い話。第7531話、良いニュースと悪いニュース。274以下、七市に代わりましてVIPがお送りします。2011年9月28日、水、21時42分、25.77、ID、EXQEVVQS0。とある夫婦がいた。しかし夫は別の女と浮気をし、夫は妻と別れを告げるために妻を呼び出した。夫、話があるんだ。妻、私も伝えたいことがあります。夫、聞かせてくれ。妻、良いニュースと悪いニュースがあります。夫、悪いニュースを聞かせてくれ。妻、浮気をされています。夫、え？夫、浮気されてる？俺が？妻に？夫、なんだこいつも浮気をしてたのか。夫、じゃあ良いニュースを。妻、その浮気相手がいなくなりました。夫はぁ？夫、つまり浮気してたが、浮気相手とは別れたから許してほしいってことか？夫、許す気はもうとうないが、まあいい。どうせこいつとはもう別れる。夫は荷物を持って家を出て行き、浮気相手に電話をかけた。しかし、浮気相手は電話に出なかった。
何度も電話をかけたが、一回も出なかった。そう、それは当然のことだった。276以下、7市に代わりましてビップがお送りします。2011年9月28日、水、21時47分、19.16、ID、LP1IUDTU0。274、どちらにとって良いのか悪いのかってことだよな。277、以下、7市に代わりましてビップがお送りします。2011年9月28日、水、21時47分、25.95、ID、FQ7O987E0、274。妻が殺しちゃったのか。ネットで見つけた怖い話。第7532は、入院中の父。父が癌の手術をして寝ていたら、知らない男性が病室に入ってきて、一緒に行くか、楽になるぞ、と誘われ、首を振っていかないと言ったら、いなくなったそうです。何年かして、病状が悪化してまた入院したら、何度も寝ながら手をしっしっとあっち行けみたいにしていたので、目が覚めた時に聞いてみたら、ベッドのそばに知らない人がたくさん、入れ替わり立ち替わり見に来ていたそうです。その後、3週間くらいで父は亡くなりました。857。本当に？それ、本当なの？死神って本当にいるの？859。多分死神ではなくて、その病院で亡くなった人ではないかと思います。それと、入れ替わり立ち替わり来たのは、先祖とか身内関係ではないかと。中には祖母がいた時もあったそうです。860。ええ？死ぬのを勧めるなんて、やっぱ死ぬと楽になるのかな。父の場合、病気で体が痛みとの戦いだったから、死んで楽になったと思うよ。ついでに、私がつきっきりで看病したけど、何にも見ませんでした。怖くなかったし、平気で夜中にトイレ行ったりしてました。ネットで見つけた怖い話。第7533は、卒業記念のサイン帳。卒業式のシーズンになると、時々思い出すことがある。最近ふと思い出したので、書いてみようかな。まあ、いろいろとプライバシーの問題などあるので、詳細は勘弁願いたい。高校入試も終わり、あとは卒業式を待つだけの日々、クラスの女子連中が、サイン帳の交換で盛り上がっていた。男は半数くらいやってたかな。俺は、遠慮して、回ってきたサイン帳にもっぱら適当なことを書き殴っていた。他のクラスメイトは何を書いているのか、パラパラページをめくっていると、誰がやったのか悪質な書き込みがあった。お前が死ねばよかったのに。まっさらなページの隅に、ボールペンの小さな文字でそう書いてある。こりゃ何か騒ぎになるなと思いつつ、サイン帳の持ち主に一言言っておくか、それとも何気に消しとこうかと迷った。でも持ち主はそんなに親しくない女子だし、あまり口聞いたことなかった。とりあえず、ちょっと仲のいい別の女の子に相談すると、もしかしたら、クラス全員のサイン帳に書き込まれてるかも。とっくに騒ぎになっていた。そして、うるさかたの女子グループが、密かに内定を始めているらしいとのこと。うわぁ、女同士の陰湿ないじめかよとツッコミを入れると、その女の子が耳打ちしてきた。真面目で地味なちいこだけど、あの子だけいたずら書きされてないみたいなんだよね。だからって犯人扱いはないだろうと言うと、彼女もそれには同意した。まあ、クラス全員が無事に卒業できそうだから、あんまり縁起でもないことで騒ぐこともないだろ。そんな風に落ち着いたような気がする。20歳になって、その時のクラスの同窓会があった。参加しなかった俺にも名簿が郵送されてきた。ジーコの欄だけ空白だった。同級生に電話すると、病死したとのことだった。ネットで見つけた怖い話。
第7534は、リサイクルショップの手鏡。友達から聞いた話です。彼女が西荻窪に引っ越した時、近くのリサイクルショップで手鏡を買ったんです。柄に飾りのあるアンティークっぽいもので、あまり中古品が好きでない彼女も一目で気に入ったそうです。ある夜、炉登りにお肌のチェックをしていた時のこと、なぜか鏡に映った自分の顔に影が差したような気がしたそうです。蛍光灯の真下に移動してもなぜかほの暗く、あまり光を反射していないように見えたと言います。やっぱり古いものだから、目に見えない傷や汚れで映りが悪くなったのかもしれない。彼女はそう思って、その夜は寝てしまいました。翌朝、目が覚めると体がひどくだるくて、彼女は大学を休んだそうです。その次の日になると熱も出て、起きることもできないくらい。彼女は友人に電話して、病院に連れて行ってもらいました。体が衰弱しているとのことで急遽入院することになり、その友人が着替えなどを取りに部屋に戻りました。一通り準備して、友人が戸締まりのチェックをしている時のことです。なぜかテーブルの上の手鏡に目が行き、何気にそれを手に取りました。鏡の表面は黒いフィルターを貼ったようになっており、何も映らなくなっていたそうです。友人は不思議に思い、手鏡を持ってベランダに行きました。太陽の光で照らした瞬間、鏡にうっすらと顔のシルエットが現れたそうです。それは、友人の顔ではなかったのです。目鼻立ちは暗くてわからなかったのですが、髪型は違いました。三つ編みだったそうです。友人は驚いて、思わず手鏡を落としました。鏡は粉々に割れ、破片が飛び散ったそうです。そして、鏡の裏面から一枚の写真が出てきました。色あせた白黒の写真です。それには、サングラスをかけた三つ編みの若い女性が写っていたそうです。その後すぐに、友人は鏡と写真を持ってお寺に行きました。お寺は、そういうことに詳しい知り合いに紹介してもらったそうです。そこで供養してもらったところ、彼女の体調も回復したそうです。ネットで見つけた怖い話。第7535は、10年ぶりのクラス会。10年ぶりに高校時代のクラス会へ出席した時の話です。ホテルの会場で懐かしい旧友と近況を報告し合い、昔話などで盛り上がるうちに、ある女性のことが話題に上がりました。彼女はいわゆるいじめられっ子で、クラスメイト全員からいつも無視されていました。そんな彼女が前回のクラス会に出席したことに、俺たちは驚いたものでした。さすがに今回は猛攻やろう。俺は、数人の同級生とそんなことを話していました。そこへ幹事役の吉岡が、緊張した表情で俺を手招きしたのです。彼は野球部のチームメイトで、キャプテンも務めていた俺の親友です。会場の隅にあるソファに座ると、吉岡は話し始めました。同窓会の連絡が、往復はがきで届いたやろ。でも何人かが引っ越しとって、消息がつかめんかったんやけど、その中に例の彼女もおったんよ。そんでなんとか連絡先がわかって、電話で直接クラス会の連絡を入れたんや。そんなら、お母さんが出てな、彼女は自殺したって。大人になっても、職場とかでいじめられとったんかな。俺がそう言うと吉岡は首を振って。自殺したのは、卒業式の次の日らしいわ。そんなら、10年前のクラス会に出てた彼女は。俺は、そうつぶやくと、心を沈めるために震える手でタバコに火をつけました。吉岡もタバコに火をつけ、煙を吐き出してから再び口を開いたのです。それでな今日の受付の参加者の欄に、彼女の名前があるんや。ネットで見つけた怖い話。第7536は、元彼。同棲してた元彼が、別れた後しばらくしてから荷物を取りに来ました。私は、二
復縁希望だったので、何を言ってくどこうか真面目に考えてたんです。けど、会った瞬間引きました。彼の周り、すごい怨念に包まれてて復讐がしてます。幽霊って必ず人の姿だと思ってたけど、何か形を持たないオーラみたいな感じのもあるんですか？もう、その周りのものが、お前嫌い。って私を攻撃してくるので、頭痛、震え、吐き気で、ガクガクブルブルしてました。結局、彼には、元気でね、だけ言って、速攻を引き取り願いました。別れへの恐怖心がそんな幻見せたんだと思いたいけど。ネットで見つけた怖い話。第7537話、経由釣り。2年前の話。俺は、渓流釣りが趣味で、うちの近くの川の源流部へよく釣りに行っていた。車で30分程度の距離、適度な水量、あまり険しくない流れなど、一人で行ってもさほど危険を感じないような場所である。3月には珍しいくらいの大雨が降った翌々日、俺は、その渓流へ入った。車を降りてから最初のポイントまで行く間に、砂防ダムを一つ越える必要がある。歩きながらふと砂防ダムの上を見ると、大きな鹿がいた。いつもなら人影を見ると逃げるのだが、この日は全く動こうとしなかった。砂防ダムの下まで来ると、そこには足でも滑らせたのだろうか、すでに冷たくなっている小鹿の姿があった。すると、砂防ダムの上の鹿はこの子の親か。親鹿は悲しげな表情をしたまま森の中へ消えていった。俺は、小鹿のために小さく合唱をしてから、その場を後にした。いきなり自然の現実を目の当たりにしたためか、それとも曇天のせいか、この日は足取りが妙に重かった気がする。さて、竿を出して調光を開始する。大雨の後に釣り人が入った形跡は全くない。この川では珍しいライズ。魚の飛びはね、も確認できる。いつもなら小躍りするような好条件なのだが、この日はどうもおかしかった。何でもないようなところで寝かかりをしたり、木の枝に引っ掛けたり、木の根に着いたり、石の上で滑ったり。その時は大雨の影響だろうと考えていたのだが、今考えると、まるで、奥へ進むな、という警告だったような気がする。右膝と臀部に打撲を負った。しかし、魚だけはよく釣れていた。こうなると釣り人のせいか、前へ進まずにはいられない。もう少し、もう少しだけ二段縁まで行こう。二段縁とは、巨大な岩盤に囲まれた絶好のポイントである。ここに着くまでに右肘と右手の甲に擦り傷が増えていたが、なんとか二段縁に到着し、ほっと一息ついた。水量が少し多い他はいつもと変わらない景色のはずが、何かおかしい。縁全体の雰囲気がいつもと違った。いつもなら下流に向かって気持ちよく風が吹いているのだが、この日は無風。ライズも影を潜め、川から生命感がなくなっていた。さらに、不気味なほどの静寂そう、鳥の鳴き声一つ聞こえないのだ。奇妙に思いながらも、ここまで来たからにはと竿を出した。案の定、当たりは全くない。もう終わりようかと思った矢先。二段縁の上の縁で魚が跳ねるのが見えた。上の縁へは、川の上流に向かって左側の大きな岩をぐるっと回り込んでいかなければならない。しかし、さほど危険ではないので、最後に上の縁を攻めてから終わることにした。上の縁に竿を出すと一発でかかった。大きい。慎重に取り込む。上がった魚は50センチメートルを超えるイワナだった。しかし確かにイワナなのだが、ガリガリに痩せている。産卵後のイワナを見たことがあるが、それよりもはるかに痩せ衰えている。餌が豊富なこの渓流で、今までこんな痩せた気味が悪い魚は見たことがない。もう帰ろう。釣った魚を逃して竿を畳んだ。帰り支度を整えて振り向くと、道がない。先ほど登ってきた道そこには苔むした岩と老木が、まるで何十年もそこにあるように道を塞いでいた。半ばパニックになりながら別の道を探した。下流を向いて左側の岩津台に、
なんとか下の淵へ行けそうである。躊躇なく岩に飛びつき、足場を確認しながら下流へ向かうことにした。少し進むと、お、い、と頭の上の方から声が聞こえた。ほう止めて上を見るが、崖の上に人の姿はないようだ。もっとよく見ようと少し戻り、頭上に張り出した木の根を掴んだ。その瞬間、おい、背後からの大きな声が、そして、自分が捕まっていた岩が足場ごと岩盤から剥がれた。ドガガーン、岩は大きな音を立てながら淵の中に落下していった。俺は木の根を掴んだ状態で宙吊りになっていた。もし手を離していたら、今頃は淵の底で岩に押しつぶされていただろう。まさに紙一重だった。上の淵の砂地のところへ戻ると、両足がガクガク震えている。全身に鳥肌が立ち、気持ち悪い汗が止まらなかった。さっきの声は？あたりを見回したが、声の主らしき人はどこにもいない。ふと気づくと、さっきは岩と老木があった場所に、登ってきた道、が見える。俺は少しでも早くこの場を離れたくて、無我夢中で川を下った。翌日、近所のじいさん、釣りの師匠、にこの話をした。すると、川が読んどったんじゃろうな。けど、無事だったのは、山がお前を助けてくれたんじゃな。川が呼ぶ日がある。山の呼ぶ日もある。どちらも怖いよ。そういう日は深く入らねえ方がええ。もっと早く教えてくれよ師匠。ネットで見つけた怖い話。第7538話、手足の角度が変わる。自作人形だから全然怖いとは思わないんだけど、たまに手足の角度が変わるんだよね。昨日は髪の毛いじってたのに、今日はスカート押さえてる。足も上向いたり下向いたりする。本棚に座らせて飾ってたら、角度が浅くて心地悪かったのか深く座り直してた。ごめんよー、クッション作ってあげようかなー。135? そ、そりは、ゴムの引きが緩いからとかそういうことじゃないよね。俺は、手先超不器用だけど、お迎えした子には必ずクッション作ってあげてるよ。キャビネットはお尻が冷えそうだもんね。わら、135だけど。ゴムの引き緩くないし、完成してからまだ年数経ってないから、緩んできちゃったってわけでもないと思う。機嫌悪そうじゃないから、まあいいかなーって感じ。作ってる最中に話しかけまくってたせいなのか？とか思ってるが、どうなんだろうね。どうでもいいか。ネットで見つけた怖い話。第7539話、人形の中にいる。基本的にドライだけど、一体だけ気になる子がいる。いた子の家系の子に、あ、これいるね。小さい女の子。と言われた人形で、海外の某強制収容ところでカバンに入れたまま移動してて、ついてきたらしい。別に怖くもなんともないんだが、しばらく忙しくて構ってなかったりすると夢に出てくる。夢で泣いてて、ならで、とよくわからないことを言って怒っているのを。他の人形がなだめたりしている夢とか、枕元の隣にこっちをじっと見て寝ているいる夢とか、あと不思議なことに、箱に入れてしまったいるんだけど、忙しくてしばらく構わないと、髪の毛がものすごくボサボサになる。よく遊んでいる時はサラサラだし、他のサラン色毛の人形は一度もそんな風にならないので何か不思議。いないかもしれないけど、いるとかわいそうなので。その子はなるべく寂しくないように玩具を入れたり、子供の喜びそうな場所にはこっそり連れて行く。怖がられるので、その子がついてると言われた話は周りには秘密。霊感霊なので、いてもいなくても別にいいやと思ってる。怖い話じゃなくてすまん。28090分怖い。つか、強制収容ところで何かがカバンに入って家の人形に移ったの？まさか強制収容ところで拾った人形じゃないしな。289ですが、人形をカバンに入れっぱなしだったんです。で、帰国して友達に会う前の約束を電話でしてる最中に、人形に何かいるね、
旅行に連れてった?と言われ、あったら。あ、やっぱりいるね。そこで殺されたすごく小さな女の子、何にもわからないうちに死んでるね。とのこと。なるべく楽しいところに連れて行ってあげてね。と言われたので、こっそり遊園地なんかに行くときには連れてってる。しばらく放置すると大概夢に出てくる。怒っていたり、泣いてたり、追いかけてきたり、寄り添ってきたりいろいろだけど。あ、悪い、最近忙しかったからな。くらいで怖いとはあんまり思わないのは、いても小さい子だしってのがあるかも。今日のオカルトスレ。閲覧注意。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない?引きすりばあさん。モザイク模様の落書き。一昨年くらいの話なんだけど、近所の塀に、変なモザイク模様の落書きが散見されることがあった。多分紙とか切り抜いて上からスプレー吹いて壁に転写したんだろう。そういう手口で量産されるコーヒーのボイス S の顔や安倍さんの、落書きとかニュースで見たことあったし。で、肝心のそれは遠目から見ると黒いシミなんだけど、近くで見るといかにもな感じ。iPhone のアプリに読み込んでみたらやはり QR コードだった。URL 繋いでみると解像度小さい動画で、それぞれの落書きの場所の夜の風景を撮ったもの。30秒くらい。ちなみに URL 見た限りどの動画の置き場も懐かしいことに鳥だった。全く意図不明だし特に事件性もないので、落書きは軽犯罪だけど、放置した。で、そんな落書き巡りをしてから一週間後くらいに、自宅脇の電柱にも同じ落書きがされてたのにはちょっと寒気がしたね。たまたまだと自分に言い聞かせながら QR を開いたら、昼間の明るい映像で、今回初めて人間が映っていた。動画はコロコロと場面を切り替えていたが似たような内容で、毎場面様々な人が、見ない器用に壁に向かって携帯をいじっているシーン。ただしどのシーンでも壁を指さしてる同一人物がいて、その横でもう一人が携帯をいじっている。携帯をいじる人間の中には自分もいた。指さしてる奴がすぐ横にいた。きっとそいつが仕掛け人なんだろうが、落書き巡りしてる時の俺は、こんな奴は見てない。気味が悪かったんでしばらく戸締まりには気をつけた。迎えに来ました。ごめん、あんまり怖くないかもだけど。昨年の夏の話。その夜は友人との飲み会で、かなり帰りが遅くなった。終電も逃し、このまま朝まで飲み明かすかって話だったんだけど、私は、次の日酔うことがあったので帰ることにしたんだ。私の自宅は新宿からそう遠くなく、タクシーに乗ればすぐに着くけど、まあ歩けない距離じゃないし酔い覚ましがてら、歩いて帰るかってことで、暗い夜道を一人で歩いた。賑やかな繁華街を離れ、住宅街に入る。夜風が気持ちいいなぁなんて考えながら歩いていると、突然、暗がりから小学校低学年くらいの全身黒ずくめの男の子が現れて、迎えに来ました。って私に言うんだ。私が、って戸惑っていると男の子は私の顔をじーっと見つめたを。あ、ごめんなさい。間違えました。って走っていっちゃった。なんなの、あれ。時刻は午前2時を回ったところ。こんな夜中に小さな男の子が一人で外をうろついているなんて、どう考えてもおかしい。不審に思いながらも、その日は無事に帰宅。まだ起きていた弟に今あったことを話すと、死神だったんじゃねえの?持ってかれなくてよかったな W。と笑われた。私もそうだねなんて笑いながら、さして気に揉めていなかったんだ。数日後、近所で不幸があった。亡くなったのは私と同じ年頃の女の子。原因不明の突然死だったらしい。そしてその子の家は、あの日の夜、男の子が走っていった方向。単なる偶然かもしれないけど、本当にあの男の子は死神だったのかもしれない。もしあの夜、私が間違われたままだったら、そう思うと背筋が寒くなった。
以上です。長くなってすみません。全身黒ずくめって、どんな服装だった？学ランに黒の短パンとか？いや、上は長袖トレーナーに下は長ズボンだった真夏なのに変だなぁと感じたのを覚えてる後、顔は暗くてよく見えなかったけど、すごく色白な子だと思ったふむ、人によって見え方が違うのですね。僕の友達は般若の顔で白い着物を着たのを見たって言ってましたね。般若の顔に白い着物。それは怖いですね。そんなのに夜道で出くわしたら失神してしまいそうです。そのお友達は霊感のある方なのでしょうか？私は、生まれてこの方、霊の類を一度も見たことはなかったので、正確には友達の母親です。その母親が小さい頃に祖父、だったかな？が危篤状態で寝込んでいるところに、枕元にそれが正座した状態で現れ祖父を見ていたそうです。そして、ふっと息を祖父に吹きかけると一瞬で亡くなったそうです。病院勤務だったうちの母はサラリーマン風のメガネをかけた人を見ていたそうだ。書類みたいなのを手にしながらうろうろし、その人が近づいたベッドの人はその日に亡くなるらしい。ある時、母が心臓を悪くして入院した。手術前に、あの男が来た、お母さん助からないよ。今までごめん、あまりいい親じゃなかったね。母は手術中に亡くなった。だから嘘ではないと思ってる。なんだか切ないな。逆に助かったとかいう話はないんだろうかな。生死の境をさまよっていぶきかけられたら助かったみたいな。イメージが作り出すものって生死の境でも如実に現れるもので、面白い。守り神。ID が変わっちゃったけど、死神に出会った話をしたものです。私の弟はいわゆる、見える、人らしく、小さい頃から不思議な体験をしていました。その中で頻繁に見るという真っ白な男の人。弟曰く、その男が着ている服はもちろん、肌も髪も真っ白でとても綺麗な顔立ちをしているそうです。その男は主に家族が風邪などで寝込んでいる時に現れるらしく、それが体に触れると、次の日には嘘のように体調が良くなっていたとか。以前、祖父が病気を簡易入退院を繰り返していた時期がありました。そんな時、決まって現れるのが霊の白い男の姿で、祖父の体に触れては消えるという光景を弟は何度も目撃したそうです。でもある日、弟はその男の姿がいつもより黒くなっていることに気がつきました。それは祖父に触れている手から始まり、回を重ねる前、じわじわと男の全身に広がっていったそうです。その後、祖父の病気は無事に完治し、今でも元気に過ごしています。しかしあれ以来、家族が病気になろうとも、白い男は一度も姿を見せたことがないそうです。これは後に祖母から聞いた話なのですが、私の家には代々祀られてきた守り神がいるらしく、それが悪いものを吸い取ることによって家族を災いから守ってくれているとか。しかし、その神様の容量がいっぱいになってしまうと今度は悪霊となり、逆に災いをもたらすものになってしまうそうです。弟が見た男がその守り神だとしたら、家族に降りかかる災難を吸収すると、その姿は黒くなっていったのでしょうか。今となってはわからないですが、悪霊になっていないことを願うばかりです。すみません、長い上に少し趣旨がずれてしまいましたが、これが私の知っている、助かった、という部類の話です。携帯アプリに乗りそうなお話、わら面白い話をありがとう、なぜか獅子神様、もののけ姫、思い出した。わら獅子神様は生死の相対性がないからお話してくれたのとは違うが、守り神が災いをもたらす最悪に転ずるのってよくあるのかね。お祭りしててもそれが変わらないのなら守護というよりも対極を指導的な存在にも思える。廃道探索。20年ほど前、俺が実際に体験した、未だに信じられない話を書こうと思います。というのも、俺の周りには超常現象的なものに詳しい人物が全くいないので、
今から各実際に体験した出来事を一体どう解釈したらいいかわからないからです。大学生の頃、俺は、本当にどうでもいい日々を送っていた。夢も目標もなく、部活やゼミやサークルにも所属せず、ただひたすら漫然と過ごす怠惰な生活。やることといえば、そんな俺と同じような目的のない仲間、KとSとドライブすることだったが、それにも次第に飽きて、どうせドライブするなら廃道を探索しようと誰ともなく言い出した。廃道とは、使われなくなった道路や閉鎖された道路のことを指すらしいが、俺たちはあくまで車で行ける範囲でしか行きたくなかったので、閉鎖された道路というよりは、大きい道路ができたために使われなくなった道路とか、どこに繋がってるのかわからないような細い脇道を、Kの所有するジムニーでドライブするだけのものだった。飽きっぽくてやる気もない俺たちだが、これはとても楽しくて飽きなかった。廃道が見せる非日常的な空間が俺たちの気質にあったのかもしれない。ある日、Kが、いい場所を見つけたんだよ、今から行ってみないか?と言ってきた、新しい廃道探索のスポットを見つけたということだ。午後2時過ぎだったが、何の予定もない俺と S は当然今から行こうということになり、Kの車で現場へと向かった。場所は、大学から車で30分くらいの山道をちょっと入ったところにあった。車がよく通る太い道から斜めに細い道が伸びている。その細い道に入ると、地面から雑草が生えていたり、小石や枝は落ちているわで、明らかに誰も利用してない、こんな道があったのかと思いながら進んでいくと、100メートルくらいであっさりと行き止まりになってしまった。え、これだけなの?俺と S は思わず不満を漏らしてしまったが、K はドヤ顔で横を指さした。あれを見てみろよ。見ると、道路の横はずっと土砂崩れ防止のコンクリートの土目が、続いてるものだとばかり思っていたのだが、途中でそれが終わり、一部分だけ金網が張られていた。よく見ると、その金網の奥にさらに道が続いているようだ。ここ入れるぜ。確かに、金網は張られているものの、それ自体はただの針金で固定されてるだけであり、切ってしまえば簡単に中に入れるようなものだった。そして、Kがあらかじめ用意したニッパでその針金を切断し、俺たちはジムニーで、封鎖された道の奥へと入っていった。正直、悪いことをしているという感覚は全くなかった。金網は戻ってきてから針金で繋ぎ直せばいいし、それに何より、こんな封鎖された道を車でそう長く行けるはずはないと思ったからだ。さっきの道でさえ草が生え小石が散乱していたのだ。この道などちょっと進んだだけで倒木が道を塞いでいて進めなくなるだろう、そう思っていた。ところが、意外にも予想してたような荒れ果てた光景は現れず、なんだったらさっきの道よりも小綺麗なほどだった。俺たちはそのまま車で細い山道を5分ほど慎重に走り続けた。しばらくすると、目の前にトンネルが現れた。トンネルというよりは、下をくぐれるようにアーチ状にくり抜かれた。レンガ造りの水道橋といった方がいいかもしれない。奥行きも4から5メートルくらいしかない。幅も、ジムニーが通るには問題ない広さで俺たちはそのまま車でそこをくぐった。通り抜けると道がちょっと荒れ始め、アスファルトの上に石が散乱し始めた。不意に S が声を上げた。おい、ちょっと止めろ、あれ見ろ。S が指を指していたのは車の後方、さっきくぐり抜けたトンネルの方向だったが、見ると、トンネルの出口をまたぐように、鳥居が立っていたのだ。神社にあるあの鳥居が、トンネルの出入り口に密着するように建てられている。向こう側からは全く見えず、トンネルをくぐると自動的に鳥居も通るようにできてるとしか思えない。なんとなく気味が悪くなった俺たちは、戻るかどうかためらったが、とりあえず行けるところまで行こうということになった。そこからさらに500メートルくらい進んだところだろうか。これまでは荒れてはいたものの、アスファルトが敷かれていた道が、
境界線を引いたように途切れ、そこからは舗装されてない土の道がずっと続いていた。気味が悪いことに、そのアスファルトと土の道の境界線の両端に、ちょうど祠みたいなものが二つ設置されていて、それを境に手前がアスファルト、奥が土の道みたいに見えた。この頃になると、この先に何かあるんじゃないかという期待感と、不安とワクワクが入り混じった気持ちになり、引き返そうという気持ちはなくなっていた。幸いにも、土の道になってからも道幅は変わらず、木が倒れていて通れないということもなかった。ただ、今思えば車輪の輪立ちが全くなかったことや、封鎖されていた道にしては綺麗すぎることを、その時に気づいておくべきだったかもしれない。しばらく進むと、今までの山道が嘘だったかのように開けた場所に出た。俺たちの車が進む道以外、左右一面平野しか見えない。田んぼのようにも見えるが、使われている形跡も見当たらない。いつの間にか空も雲一つなく青く澄み渡っているので、思わずその景色の素晴らしさに感動してしまったほどだった。しかし、ふと我に返って思った。一体ここはどこなのだろうか？封鎖された道の奥にあったのだから、廃村か何かか？俺たちが普段生活してるところからそんなに離れた場所にあるわけじゃないところに、こんなに広々として綺麗な土地があったのかということが、不思議なような驚きのような感じだった。一体この一本道はどこまで続くのだろうか。そう思いかけた頃、道の前方に黒い建物が薄く小さく見えた。近づくにつれ、それはどんどんと大きく見えてきて形をはっきりと表し始めた。どうやらかやぶきの建物のようだ。が、それがただのかやぶきの建物ではないことはすぐにわかった。異常に大きいのだ。こんな大きさのかやぶきの建物は見たことがない。学校の体育館くらいの大きさ、いや、それ以上の大きさだろうか。なぜ封鎖された道の奥にこんなに立派な建物が建っているのだろうか。しかも、その建物の前まで到着してわかったことだが、今まで来た道はこの建物へ通じる一本道であり、途中に分岐など一切ないこと。この建物がこの道の終着点になっていたこと。廃村だと思っていたが、それらしき集落もなく、この建物が一つだけあって、今来たこの道は、この建物へ通じるためだけの道だとしか思えないのだ。俺たちは車を止めて外に降りてみた。なんというか、こんなにすがすがしい気分になるものなのかと思った。空気は澄み、空は雲一つなく青々とし、鳥や風の音も聞こえない。春先のようなちょうどいい気温で、ずっとここにいたいと錯覚しそうになったが、目の前のバカでかいかやぶきの建物がそれを打ち消した。この建物は一体何なのだろうか？かやぶきの建物は、手入れをしないと傷んでしまうと聞いたことがあるが、これはそうは見えない。古く、全体的に黒ずんだ木造ではあるが、朽ち果てた感じは全くない。誰かが今でも利用しているのだろうか？中、見てみるか。俺が提案すると、K はそうしようと乗ってきたが S は乗り気ではないらしく、とりあえず建物をぐるっと回ってくるわと言って歩き出してしまった。建物の戸は重かったが鍵はかかっておらず開けることができた。中を覗いてみるとカビ臭いようなコニオイような独特の匂いがする。すいません。誰かいますか？何の返事もない。当然といえば当然だ。やっぱ誰もいないんだと少し安心した俺と K は中へ入ってみた。薄暗いものの、隙間からの鹿と入り口を開けた光で中の様子が伺える。板張りの、だだ広い空間が広がっていた。棚らしきものが壁際に見えるが、何も入ってない。その左側の壁には引き戸があり、その向こうにさらに部屋があるようだが、それ以外は何もなくて、床と壁しかない。上は暗くてよく見えないが天井裏まで全部吹き抜けているようだ。少し勇気がいったが、
その引き戸を開けてみることにした。ここまで来たら調べないと気が済まなくなっていた。すいません、誰もいませんね。ともう一度確認してから、恐る恐る引き戸を開けると、中が意外にも明るくてよっとした。採光窓のようなものが上部に無数も受けてあるらしく、入り口側のこちらの空間よりも明るい。しかし、その部屋が、明るいだけでなく異常なものであることにすぐに気がついた。まず、とにかく広い。まさに体育館くらいの広さがあった。そしてその広い空間の中に均等に5本、以上に太い柱が地面から天井まで伸びていた。この太さが本当に尋常ではなく、直径3メートルくらいある1本の木の柱で長さが10メートル以上あるのだ。それが5本。おいおい、こんなでけえ木って日本に存在すんの？Kの言葉ももっともだった。こんな太い柱見たことがない。何の意味があって。こんな柱を建てたのか、と周囲を見渡している時にKが、あ、と声を上げた。見ると、5本あるうちの真ん中の柱に、何か書いてあるお札のようなものが、釘、と言っても一般的な頭のある釘ではなく、先の尖った鉄みたいなやつ、で打ちつけてあり、それが大量に柱に打ちつけてあった。字は毛筆で、漢字のような記号のようにも見えたが、なんて読むのかはわからない。すると K が、何かくっついてるぞ、と言ってきた。よく見ると、確かにお札と釘の間に何か、干からびた塊のようなものも一緒に打ちつけてあった。何が一緒に打ちつけてあるのかな、と、俺と K はほぼ同時に上を向き、ほぼ同時にその答えを目の当たりにした。打ちつけてあったのは、人間の耳だった。おびただしい数の人間の耳が、お札と共に柱に打ちつけてあったのだ。下の方のものは腐り落ちたり干からびたりしてわからなかったが、なぜか上の方に打ちつけてあるものほど新しく、人間の耳だと認識できた。おそらく数は千尺かなかったと思う。しかも恐ろしいことに、そんなに時間が経ってないように見える耳も上の方にあるのだ。やべえ。うわあ。俺と K はもうダッシュでその部屋から出て、入ってきた入り口からも出て、建物の外に出た。ここがどういう場所なのかはわからない。しかしやばいことは確かだ。すぐに車で逃げ出したいところだったが、そうだ、S がいない。確か建物の外を回ると言っていた。裏側にいるのかもしれない。俺と K は全力で走り、建物の裏側へ回った。でかい建物なので、回り込むだけでもそこそこ時間がかかった。裏側へ回ると、そこに S はいた。いたのだが、様子がおかしい。ぼーっとその場に立ったままだ。そして、次の瞬間、俺たちもその場に立ち尽くしてしまった。建物の裏側は、ただひたすら平らな平野が広がっているだけだった。そしてその平野に、木で組まれた簡素な台が一列に、等間隔にずっと並べられ、その台の上にろうそくが2から3個、こうこうと火をつけて輝いている。それが本当に誇張ではなく、地平線の向こうに霞むまで続いているのだ。何なんだここ。やべえよい。俺と K の声で我に返ったのか、S がこっちに気づいて寄ってきた。そして俺と K が全く気づかなかったことを指摘してきたのだ。なあ、ここ、太陽ってどこに出てるんだ？太陽そういえば空は青く澄み渡っていて雲一つないのに、太陽がどこにも見当たらない。空は明るいのに、空全体が一様に同じ明るさなのだ。なあ、俺は、最初から変だと思ってたんだ。静かすぎるだろ？ここに着いてから一度でも、鳥とか生き物の声を聞いたか？もっと言えば、ここへ来る途中の道にも草一本も生えてなかっただろ。S はもう半泣きになっている。とにかくここにいてはまずいと、俺と K は S をなだめながら車へと急いだ。途中、建物の入り口がちらっと目に入り、戸が閉まっているようにも見えた。
さっき俺と K はと分け放ったまま出てきたはずなのだが、しかしその辺は、はっきりとは覚えていない。とにかくここを去らなければ。K の運転で元来た道を戻り、俺たちはなんとか最初の廃道の入り口までたどり着くことができた。国道に出ると、太陽が西に沈みかけていた。戻ってこれたんだと実感できた。その後、俺にも K にも S にもレイサワとか呪い的な現象は一切起きていない。しかし、あの日体験したことは紛れもなく事実であり三人とも覚えている。そして、後日、例の廃道の入り口の横を通りかかった時、以前は入れた細い道自体が、頑丈なもんで封鎖されていて完全に通れないようになっていた。もちろん、通れたとしてももう二度とあの道に入る気はない。よかったよ。最後まですんなり読めたわ。かさ、私が通っていた大学のある町では、毎年8月に花火大会が行われます。それは異常な霊化と悪天候が続いた年で、霧状の小雨が降る中、花火大会が強行された時のことでした。いつもは大学近くの川沿いの土手で見るのですが、低い雲間に隠れて花火が見えません。見えるとこまで行こうと、私は、土手の細い道を歩き出しました。毎年大勢の人で賑やかなのに、悪天候と肌寒いせいか人影が全く見えません。さすがに不気味さが感じられた時、前方に黄色い傘が開いた状態で、道端に転がっているのが見えました。人がいる私は、なんとなくほっとしました。どんどん近づくにつれ、おかしなことに気づきました。全く人の気配がないのです。川の近く、土手の上あたりを探すのですが、やはり人影はありません。忘れ物か風で飛ばされてきたのかな。そう考えながら、その傘に近づいていきました。続き、その傘を通り過ぎるとき、中を覗き込んでみました。小学3年ぐらいの男の子が傘の中にいました。なんだやっぱり人がいたんだ。ほっとして顔を上げ、何気にその後方の大きな木を見やると、その長く伸びた木の枝に、3人の大人が、ぶら下がった状態でじっと私を見下ろしていました。驚いた私は、足早にその場を離れました。しばらくして落ち着きを取り戻した後、自殺現場に遭遇したのなら警察に通報しなくては、と思い、来た道を戻りましたが、場所すら特定できませんでした。前年の花火大会で小学生が、バイク事故で死んでいるのと、この土手沿いには首吊りで有名な木があると、以前先輩が話していたのを思い出したのは、その後でした。精神治療。すれ違ったらごめん。コーチングをしている知り合い。K の話。コーチング。コーチ。聞き手。との問答による精神治療、セラピーみたいなもの。知り合いの顧客の中にベンチャー企業の社長をしている方。A さん。がいた。結婚していて息子一人娘一人の二人の子がいて、とても幸せそうな家族だったのだが、不況の煽りで自分の会社を倒産しなければならなくなった。倒産手続きは一年よあと長期にわたり、肉体的にも精神的にもクタクタになりながらも、ようやく完了した。子供たちの学費や家のローンなど職を失った今、これからの不安が尽きることはなかったが、倒産手続きを終えた時思ったことは、とにかくゆっくりしたい。何を甘えてるんだと思いながらも、それが正直な気持ちだった。思い切って奥さんにその旨を伝えると、わかった。少し休んだら、これからのこと考えようね。夫のことをいたわってか、心よく了承してくれたらしい。その翌日、K のところでコーチングをして帰ろうとしたとき、携帯にメールが入った。差出人は奥さんだった。なんだろう、と立ち止まってメールを読んでみる。今日、求人雑誌を買ってきました。あなたが職を失った今、パートで、もしなきゃと思ったからです。これからは食事とか生活面を直、さなければいけませんね。今までみたいに贅沢はしてられま、せん。せめて子供たちが今通って、留学校の学費は払えるようにした。いいね。
あの子たちとても不安がってるから。昨日あなたはゆっくりしたいと言っていましたね。これから映画どうなるのかわからないのに。貯金も切り崩していかなきゃいけない。し自分たちがこれから生きていけるのかわからないのに。こういう状況の中であなたはゆっくりした。いと言った。私あなたを殺してやりたいって思い、う。A さんは軽いパニック状態を起こしながら、K のところへ戻ってきたそうだ。事情を聞き、断りを入れてメールを読んだ K は私との話で、背筋が凍るとは、まさにあのことだった。という。ここで再度 K はコーチングを始め、A さんは徐々に落ち着きを取り戻した。K は A さんにこんな質問を投げかけた。奥さん、なんで殺してやりたいって言ったと思います?多分、不安なんだと思います。K も同意見だった。突然の環境の変化、将来の不安に押しつぶされまいと。平静を装ってきた奥さんもついに我慢できなくなり、つい直接的な言葉を使ってしまった。その後は奥さんもコーチングに同行してもらい、夫婦で一緒に心の不安を取り除いて、言ったそうだ。K はこの出来事を教訓にしている。言葉は感情の裏返し。このことに気づかず、もし A さんが奥さんの言葉をそのまま受け取って、いたら最悪、事件に発展したかもしれない。空腹、2ヶ月前にまで病院に勤めてました。病院って、やっぱり食事の制限とかかなり厳しいんですよね。特に糖尿病の人とかは、家族からの差し入れや売店での買い物もダメなんですけど、やっぱり人間だからお腹は減るんですよね。でもご飯は味が薄いし少ないしで、とてもじゃないけどお腹は膨れません。糖尿病と地方で入院してた今井さんっておじいさんも、そんな一人でした。毎日毎日、お腹空いた、何か食べるものない?とナースステーションに来て、職員が説明しても、お腹空いたよひもじいよ、と泣き出す始末。正直困っていました。でも、ある時から急にそれがぱったりなくなって、我々職員もかなり驚いていました。それと同時に、やっと解放された、と安心もしました。ですが、数週間後の夜勤の時、職員の一人が真っ青になって、ナースステーションに飛び込んできたことで、大変なことがわかりました。今井さんが、佐野さんの腕を、慌てて見に行くと、寝たきりの患者さんの腕の皮膚が破れていました。そして、傍ららに皮膚のかけらを舐めている今井さんがいたのです。道理で最近患者さんの皮膚剥離が多いと思っていましたが、皮膚剥離は正直日常茶飯事なのであまり気に目てなかったのです。しかし、実は空腹に耐えかねた今井さんが少しずつ皮膚を剥がして、こすりむいた傷程度の大きさ、食べていたわけです。その行為の気味悪さと、皮膚を舐めながら、お腹空いたよお腹空いたよ、とつぶやく今井さんが心底怖かったです。不調たちに報告し、さすがに問題になり、その後今井さんは他の病院に移され、半年ほどして亡くなったと聞きました。893から身のトラブル。俺の友人に一人だけ霊感があるというやつがいる。仮に A とするがそいつは、どうせ信じないだろ。って言って、俺以外のやつには霊感云々の話は一切しなかった。付き合いは長いものの俺が知ったのは1年ほど前のことで893から身の金銭トラブルに、巻き込まれた時のことをふとこいつならいいか。トーチ開けた時にみないろいろ抱え込んでるんだなって、ぼそっと漏らした程度でいくら俺が、信じるから、と言っても、知らん人間が語ったらあかんで、と寒気を感じるような押し殺した声でつぶやくだけだった。しばらくは俺たちのタブーとして一切触れずに過ごしてたんだが、ある日の夜同級生の女、B 子、から、カラオケのお誘いを受けて、向こうはバイト先の友達、C 子、も連れてくるってんで俺は、A を誘った。
4人で2時間ほどカラオケした帰りの車の中でシーコが私には小さい頃から霊感あってうんぬん。の話を突然しだしたもんだから俺は、焦って絵を見たが。助手席で、とか、そっかー。で相槌打つ程度で、目立ったアクションはなかった。女の子を送った帰り A がドンキホーテに行きたいと言い出したので二人で向かった。普段 A はおしゃれやファッションとは無縁の人間なんだが帽子が欲しいと言い出したので、俺は、色気ついたか。もしやさっきの女のどっちかを気に入って、と思い、あれやこれやと提案したが、お前のセンスで決めてくれ。というので俺のおごりだとキャップを買ってやった。A は買ったそばからその帽子を目深にかぶり終始無言。帰りの車の中で俺は、帽子も含めて気になって仕方なかったので。なあさっきのシーコちゃんって、というと、ねえよ、と即座に食い気味に返された。さらにまた押し殺したような声で、気持ち悪い、クズママルコが、と吐き捨てたので、なんか嫌なことでも言われたんか。と俺は、焦って聞くがええわ。あんな汚いもん久々に見たわ。お前に帽子まで買ってもらう始末になるし。と意味不なことばかり喋り続けた。とりあえず普通じゃない気配に俺は、もうこの話題には触れず絵を送ってその日は帰った。しばらくお互い忙しかったのもあって絵とは会ってなかったんだが。俺が寝てる時に携帯が鳴ったので寝ぼけて電話に出るといつぞやの893だった。久しぶりやのう、元気しとるんけ兄さん。なん、も電話したんやけどの。おたくらとは念書まで書いて減り切ったはずやけど。え、なに、もっとはっきり喋ってくれ。あのなあシーコっちゅうこ知っとるやろう。この時点でテンパりつつトラウマがっつり。フラッシュバックしつつおめめばっちりな俺は、いろいろ考えながら、知らん。人違いちゃうんかいな、おたくらとは関わりたくない。となんとかしらばっくれるが893はほとんど俺の話なんか聞いてない。わしらかてお前みたいなもんと関わりたくないがな。ところがやな、まあ聞きな。シーコっちゅうのを追っかけとったらな、うちのめいっ子の友達やいうことなんや、B子のな。お前もようよう知っとるやろ。B 子はわしの姪っ子にあたるんや。ほんで蓋開けてみたらわしの姪っ子のお友達がお前やったいうわけや。俺がトラブった893のみの姪っ子が B 子だという事実に俺驚愕。知らんわ。そんなこと、初めて聞いた。とにかく C 子なんてやつ知らんよ、もう切るで。なに？電話遠いのう、お前今どこおんねん。まあ、なんぞ家かけんかのう。すなわちシーコ捕獲作戦に協力しろとこの893は言いたいのだろうが、俺は、とにかく関わりたくなかったので。だからシーコなんて知らん言うてますやん、オタクのめいっ子さんに聞いてくれ。と言って電話を切ろうとしたが、まさかお前なんかわしのこと色て、またしょうもない絵描いてのと違うやろな。鳴り響くドスの聞いた声に半泣き&勘弁してくれ状態。シーコなんて女ほんまに知らんし、B 子ともあれから会ってない。なあまるまる君や、あんたさえうんと言ってくれたらな、わしも安心なんじゃ。上から下からこの髪無いしつこさに俺ついにこん負け。B 子に聞いて、なんぞ言ってみる。どうせオタクから B 子に強く言えへん理由が。そうか。はいはいわかったよ。プチ、ツーツー、相変わらずの理不尽さにとほほな俺。すぐに B 子に電話して事情を説明したら号泣。B 子曰く自分が893の姪っ子であることはずっとひた隠しにしていたし、まさか俺と接点があったことなど知らなかったとのこと。急に家に電話がかかってきて C 子と俺と、もう一人でカラオケに行っただろう？と893に言われ、C 子を今度連れてこい。それから俺の名前を出して、あいつとはどういう関係だ？関わるなと言われたことを、泣きながら話した。俺にその時点で連絡を入れなかったのは過去に893関係で家族一同、嫌な思いをしてきたので何もかも信じられなくなってどうしたらいいかわからなくなったとのこと。
とにかく俺は、シーコを連れて行く必要はない、親しくないを通せと言ったが、シーコはあまり言うわさ聞かないし、俺に迷惑かけるかもしれないし、自分で何とかすると言って電話は切れた。数日後、893からガンガンに電話がかかってきた。はじめは無視していたがいい加減怖くなって電話に出た。はい。相変わらずお前はなん、べん、鳴らしても電話に出んの。こらかす。なんでんねん。ああ、お前も黒いの。ええ。B 子が C 子連れてこよったわ。お前に連れて行け言われたっちゅうてな。うまいこと絵描いてくれたやんけ。相変わらず妖世間知っとるのを、クソガキが。言ってねえ。俺何も言うてませんで、ただ B 子にこんなことが。はいはい、ようやってくれた。またなんぞあったらよろしく。つーつー。どうやら B 子は C 子を893の元へ連れて行ったらしい。C 子に恨まれるのが嫌で俺に指示された。逃走ついたのか、俺を守るためにそういうことにしたのかは定かではないが、それ以来 B 子とは、音信不通で連絡できなくなった。この一連の流れを久しぶりに会った A に話した。ずっと黙って聞いてた A が話を聞き終えてから、あの C 子ってここの前来たよ俺んとこ。とつぶやいたので俺は、幽霊。死んでんの？と恐る恐る聞いてみた。ぐちゃぐちゃな顔してベーッと舌出してたよ。詳しくはわからんけどあの子多分人殺してるよ。カラオケの時そう思った。B 子はどうなってんの？知らんよ。でも B 子ちゃんは C 子ちゃんを恨んでたと思うよ。なんか C 子ちゃんに対してドス黒いもん巻きついてた。B 子は、C 子になんかされて、それで893に引き渡したんかな？俺のせいにして。知らんけど、あの B 子ってのも、相当黒いよ。お前にも巻きついてた。巻きつくって何？本体とは違う方。やらしい顔してな。ずっとお前の下半身に絡みながらお前の方見てたよ。自分が歌ってる時は、ずっとな。それ以外は C 子ってのにすごい様相でな。いまいち要領を得ない受け答えばかりだったが A との関係にもひびが入りそうで俺は、話題を変えた。まあいいや、帽子気に入ったか？帽子かぶったら見なくていいもん見ずに済むかなって思ったんだけどさ。ほら B 子ちゃんいるじゃんそこ。嘘だよ、まああの子も死んでる気するけどな。長文すまそ、いろんな意味でシャレにならんかった。雪山の恐怖体験。数年前私がとある雪山で体験した恐怖をお話しようと思います。その当時大学生だった私は、山岳部に入り、仲の良い友人もできて充実した大学生活を送っていました。山岳部の中でも特に仲の良かった A 男と B 助とはサークルの活動だけでなく、実生活の方でも非常に親しくなることができました。そんな私たちは、まだ大学2年生であり、就活や卒論までには、まだまだ時間の余裕があったので2年の後期が終了するとともに、3人で旅行に行くことに決めました。当然のように私たちの旅行というのは登山の絡むものとなりました。当時何度かの冬登山の経験を積んでいたとはいえ、まだ私たちは自分たちだけでリードできるほどの自信は持っていませんでした。そこで私たちは A 男の実家近くの軽山に登ることにしました。軽山ならば A も子供の頃から何度か登っており、自信があるというのです。私たちの旅行は3泊4日の予定で、初日に A の実家に泊めてもらい翌日から2日かけて山を堪能する計画にしました。A の地元に着いた私たちは A に案内をしてもらい、市内の観光がてら神社で登山の安全祈願をしに行くことにしました。地元で最大の神社にお参りをしようと境内に入った時に B がピタリと足を止めてしまいました。どうしたのか不思議がる私たちに B は、嫌な視線を感じるわ。よくないわこれ。よくない。絶対。と言って冬だというのに汗をかき始めてしまいました。B はいわゆる、見える人、です。普段の生活ではあまりそれを表面に出すことなしく生活しているのですが、何か大きな危険や不気味で不穏な気配。本人は見える気配と言っていました。お。
感じるとこのようになってしまうのです。実際に以前 B が、明日嫌だわ、と言った翌日に、学校の天井を突き破って死者の出る事件がありました。私たちはそれを知っていたので、じゃあ、もう帰って温泉に浸かってゆっくりしようぜ、という、A の提案に乗って帰宅することにしました。書き忘れていましたが A の実家は温泉旅館を経営しています。帰宅途中も B はあまり浮かない顔をして何か、うんこんなよ、うん、などと言っていた気がします。A も B を気にかけて、大丈夫だよ、俺のじいちゃんから悪いのを、お払う方法聞いておいてやるからな、と言って励まそうとしていました。ちなみに A が帰宅してからおじいさんに聞いた追い払う方法というのは大きな声で、かつう、時合を霊にぶつける方法でした。あまりにアホ臭かったのですが空気は和み、私たちは温泉に浸かり翌日に備えて早めに床に潜り込みました。翌日の天気は快晴、絶好の登山日和となった軽山に私たちは興奮を抑えきれませんでした。前日はずっと心配そうな顔をしていた B もこの時は、早く登りたい、という気持ちが顔から溢れていました。私たちは午前8時に出発し順調に登山を開始しました。冬の山は一見殺風景ですが、時間や高度によって変わる空気の味や、白い世界に際立つ生命の痕跡など、普通の登山とは違った楽しみが存在します。私ももう一つの趣味の写真などを楽しみつつ非常に充実した時間を過ごしていました。私たち三人は午前中おのおのが山を楽しむ形で歩き続け、中腹にある山小屋を目指して登っていました。空気が変わったのはちょうど昼頃を回った時でした。天気は晴れたままだったのですが、空気が固定されたように感じ、動きや気配というものが消えてしまったかのように感じたのを覚えています。それまでは A を先頭にかなりゆったりとしたペースで B、私と続くように歩いていました。ところがその静止した空気を私が周囲に感じ始めた頃から B のペースが俄然速くなりました。雪山というのはパッと見は、まさに死の世界です。私は、このまま A と B に置き去りにされ何もない城の空間を、さまよう恐怖を感じ急いで追いかけました。幸い置いていかれることはなかったのですが、追いついた B の様子が変です。その頃には A も心配して B の様子を見に少し降りてきていました。B は蒼白な顔で、ダメだわ、ついてきちゃったダメだ、よくないって、ダメダメダメだ、とつぶやいていました。私たちも昨日のあれなのかなと思い、二人で顔を見合わせていると B は急に顔を上げ、後ろ見んなよ、後ろ見んなよ、と言ったを。ごめん、昨日のあれついてきてるみたいだわ、俺怖いよ、やばいよ、と言って、今にも泣き出しそうな顔になりました。私には霊感がないので、その時は後ろを見ても、何も見えないだろうと思い B の忠告を無視して後ろを見てしまいました。すると、それ、がいました。私たちの後ろ50メートルほどのところに何か人ではない何かがこちらをじっと伺って見ています。A を見ると A も同様のものを見てしまったようで、顔が固まっています。私は、初めて見る心霊現象に驚きつつもそれを観察していました。頭は縦に長く、黒い髪が顔全体にかかっているようです。シルエットは少し膨れた人間のようなものなのですが、白い毛が体全体に生えているのかそれとも体が、霞んでいるのかぼんやりとしか見えませんでした。何より気配や存在感が明らかに人ではありませんでした。明らかに周囲の世界や雰囲気から浮いているのです。それ、が動きもせずにじっとこちらを見上げて佇んでいるのです。不思議なことに私は、それ、から緑の視線を感じていました。説明が難しいのですが、緑色の視線としか形容できないものです。B は、ダメだろあれ？もうあかんだろ？と何やら錯乱しているようで、ほとんど泣いていました。
B の恐ろしさが伝染したのか私も A も泣いてしまい、泣き顔で、諦めんなよ。やら、逃げるぞ。などとお互いを叱咤しました。幸いそれと私たちの間には、まだ距離があったので、私たちは大急ぎで中腹の山小屋まで急ぐことにしました。山小屋には常に人がいるはずですし、何より、それ、のそばを通って下山するのは恐ろしいことのように感じたからです。3人で30分ほどハイペースで登っていたのですが、それ、からは一向に距離が空きません。ぴったり50メートルほどを保ちながら、こちらを追い詰めるように悠然と追いかけてくるのです。今にして思えばそれは歩いていませんでした。私が振り向くたびに、必ずそれは両足を揃えて直立していたからです。それは追っていたのではなく、背後50メートルに、あった、と表現する方が正しいかもしれません。私たちは次第に精神的に追い詰められて行きました。そこからしばらく行ったところで A は、こちらに近道がある、と、普段の観光用のぐるりと回った登山道を離れ、少し細い脇道に入っていきました。が、思えばこれが間違いでした。細い脇道は夏の間は管理用として使われているのかもしれませんが、冬の山では雪が降り積もり、細い道は非常に険が高かったのです。私たちはいつの間にか、道を外れてしまったようでした。また最悪なことにあれほど晴れていた天気が2時を回った頃から急転し、今では深々と降る雪になっていました。時間もいつの間にか午後4時を回っており、私たちはかれこれ、3時間以上を、それ、から逃げ続けていました。冬の山の夜は早いです。すでに日も落ちつつあり、気のせいか雪も激しさを増しているような気がします。道を外れた迷子の私たちはいつの間にか30度を超える急斜面を横に横に逃げていました。もうこの頃には山小屋へ行こう、だとか道を探そうなどという考えはなく、ただひたすらに後ろから逃げるという本能のみで動いていたように思います。しかし無理な行軍や、精神的なストレスは私たちの体を着実に蝕んでいました。ついに真ん中を歩いていた B が足をもつれさせるようにして倒れたのです。私も A も急いで駆け寄りました。B は、ダメ俺ダメ。もうダメだ、歩けないわ、先に行ってくれよ、追いつくからさ。とはごとのようにつぶやいています。おそらく、それ、の気配を B は前日からずっと気にしていたのでしょう。B の疲労は尋常ではないかのように見えました。さらに誤ったペース配分の行軍が脱水症状も引き起こしているように見えました。現実的にここから B が歩くのは無理です。私と A は途方に暮れました。私は、この時、もしかしたらここで休憩しても、それ、は50メートルから動かないのではないかと淡い期待を描いていました。私自身もそろそろ体力の限界だったのです。ところがその淡い期待は簡単に裏切られてしまいました。それ、は、初めて一歩を踏み出したのです。非常に呪い歩みでしたが、それは私たちを絶望させるのに十分でした。一番体力の残っていそうな A もついにへたり込んでしまいました。それ、は一歩一歩こちらに歩んできます。もはやそれとの距離は50メートルではありませんでした。私は、絶望に包まれて、こんなところで死ぬのかな、凍死扱いになるのかな、それとも死体も見つからないのかな、などと考えていました。すると突然、それまでブツブツつぶやいていた A が立ち上がり、畜生、やってやる、ぶ殺してやる、舐めやがって、化け物が、畜生、などと切れたと思うと、カツー、とおじいさんに言われたように大声で気合を飛ばしました。ところがその気合に、それ、は全く反応しませんでした。しかしその気合が効いたのか、大声がきっかけになったのか、それ、の情報にある御雪が雪崩を起こしたのです。それは数十トンの雪の流れに飲み込まれ、うわぁ、という、
声を上げなだれに飲み込まれて下に流されていってしまいました。後に残った私たちは呆然として口を開けていました。その後はぼんぼりを掘り、一晩を明かして翌日に下山できました。これは未だに私のトラウマです。未だに何が起きたのかさっぱりわからないので、どなたか、それ、についてご存知の方はいらっしゃらないでしょうか？引きすりばあさん。実はなので、人に話して怖いかどうかわからないけど投下する。昔、俺は、よく友達とゲームしてたんだ。俺と友達は、お互いそのゲームに当時はハマっててね。当時ほとんど毎週末俺は、友達のアパートに行き、徹夜なんか当たり前でゲームやってた。一旦ゲームを始めるとそれ以外のことをするのが面倒だから、俺は、友達のアパートに行く前に必ずコンビニで大量のお菓子とジュース買ってさ。そうやってゲームしてたんだが、ある週末にいつものようにゲームしてると、二日目の徹夜に突入した時にジュースが切れちゃってね。コンビニまで行くのも面倒だから、友達が下まで降りて自販機でジュース買ってくるわって言ってくれた。友達の部屋は3階だったんだが、1階まで降りると道沿いにすぐ自販機があった。俺も、おう、ありがとう。お前が戻ってくるまでに自分の番終わらせとくわ。って。それでゲームしながら一人で待ってたんだけど、20分経っても30分経っても友達は一向に戻ってこなかった。時計を見ると夜中2時半だった。俺は、少し嫌な予感したけど、まあ気が変わってコンビニまで行ったかな？くらいにしか思ってなかった。するとその友達から携帯で電話かかってきた。俺が電話に出てみると、友達は電話の向こうで落液が上がっててね。しかも何かに怯えてたような感じだった。俺が、どうしたの？今どこ？って聞いたら、今、はあはあ、ええ、アパートから500メートルくらい離れたところ、はは、さっき自販機でジュース買おうとしてたんだけど、変なおばあさんに会って、怖かった。その友達とは付き合いが長かったんだが、それまで見たことないくらい友達は怯えてて、俺は、とりあえず友達を落ち着かせなきゃと思い。話は後で聞くから、とにかく戻っておいでよ。と言ったんだが、戻りたいんだけど、そのアパートの自販機のところでおばあさんに会ったんだから、戻れない。俺もその時間まで降りて友達を助けに行きたかったんだが、チキンだからそんな不気味な老婆がいると聞いては降りれなくてね。笑い。なんとか電話をつないだまま友達をなだめてアパートまで誘導した時には、幸いその老婆はいなかったらしい。友達は当然部屋までダッシュ。で、どんな老婆だったかと聞いたら、とにかくこのアパートの周りで夜中に老婆が一人で歩いてること自体異常なんだが、その老婆は何か少し重そうな荷物を、ずるずる引きずっていたそうだ。その姿を友達は気味悪く感じながらも、無視しながら我慢して、早く通り過ぎてくれ、と思ってたんだそうだ。そしてその老婆が友達の後ろを通り過ぎようとしたその時、急に老婆は立ち止まり荷物を抱くように持ち上げて、押し殺したような声で、すまんがこの荷物を預かってくれんかのう、と言ったらしい。そこで友達は耐えられなくなって、その場から逃げ出した。それから友達とは、結局その荷物の中身は何だったろうな。赤ん坊とか、バラバラにされた遺体の一部だったら怖いな。などの話をしつつも、友達は部屋に戻ってきた安心感とお互い一人ではないので、少しずつ雰囲気も明るくなり、そんな話でも冗談交じりで話せるようになった。で、その奇妙な老婆もそんな夜中に歩いてたから気味悪く感じるだけで、幽霊なんているわけでもなく、荷物も別に普通の荷物だよ、と。現実的には、ただちょっとおかしなおばあさんに遭遇しちゃったね、で話は終わった。で、その夜は友達も疲れていつもより早く寝てしまった。俺は、本当はそんなに眠たくなかったんだが、友達と睡眠サイクルを合わせないと、一緒にゲームができないので、俺も無理にでも寝ることにした。
ものように友達はベッドに寝て、俺は、床に適当に寝た。どうせ睡眠時間は短めにしか取らないから床でも構わない。しかし俺は、眠たくなかったので、その夜は横にはなったもののなかなか眠れなかった。どのくらい時間が過ぎたかよくわからなかったが、静まり返った部屋の外でエレベーターの動く音が聞こえた。この部屋はエレベーターに一番近い部屋で、俺は、横向きに寝てて床にすぐに耳がついている状態だったから、その音がやけに近く直接響いてくるような感じだった。しばらくしてエレベーターが止まり、ドアが開く音がした。どうやらこの部屋のある3階に誰かが降りたようだった。今は多分もう夜中の4時を回ってるくらいの時間のはずだ。この階の住人でそんなに遅い時間に帰ってくる人がいたのかと、俺は少し変に思った。するとエレベーターはまた降りていき、それから、ズルズル、とひどく力のない、靴をこすりながら遅く歩いているような、足音が聞こえてきた。その足音が耳を床にすぐにつけている俺には直接伝わってくる。ひどくその音が不快に感じたし、眠りを妨げるために。わざとその音を出しているように感じたくらいだった。その時に気づいたんだが、その不快な音は明らかに、足音だけでなく何か重たいものを引きずっているような音だった。さっきまで忘れていたのに、すぐに友達が遭遇した老婆のことを思い出した。まさか。そう思った時、俺は、直感的に動いてはいけないと思った。その音が直接耳に伝わってくるのが不快で体を動かしたかったが、動いてはいけないと思った。必死で俺は、そのズルッズルッという音を我慢しながら早く通り過ぎてくれ、と強く思った。だがその荷物が相当重いのか、それとも本当に、それが俺の思う老婆なのか、その移動する足音は異常に遅かった。やがてその足音は止まったのだが、この部屋のドアを通り過ぎたようには聞こえなかった。この部屋のドアの前で立ち止まってる。俺は、嫌な汗がどっと出てきた。絶対動いてはいけないと思った。友達に話しかけたかったが、友達からは寝息が聞こえた。本当に熟睡していたようだった。この部屋の作りは少し変わっていて、一般的なアパートの部屋と少し違っていた。ドアを開けると、いきなり横長なリビングの部屋があり、集金などで見知らぬ人が来てもドアを開けるとすぐに部屋全体が見える感じ。つまりその時ドアの向こう側に立ち止まっていた得体の知れない奴と、横になっていた俺の距離はドアを隔てているとはいえ、実質3メートルくらいしか離れていなかった。絶対に見られている。俺は、必死に息を殺した。早くこの部屋から去ってほしいと思った。ものすごく長く続いた静寂の後、その足音は再びズルッズルッと何かを引きずりながら、さらに奥の隣の部屋に行った。俺は、ほっとしたが、その後その隣の部屋でそいつは、ガチャガチャ、ガチャガチャ、ってドアを強引に開けようとしたんだ。もうそいつがこの階の住人でないことは、はっきりとわかった。しかしドアを強引に開けようとしていることから、そいつが幽霊とかそんな類なものではないようにだけは感じた。もうそれがわかっただけでよいから、俺は、とにかく、この最悪な時間が早く過ぎるよう、寝てしまいたかった。そしてそいつもその部屋を諦めてさらに奥の隣の部屋に向かっていったことが、足音でわかったので、俺は、極力息を殺しながらそっと体の向きを変えた。床から耳を離し、その足音自体遠のいていったので、ほとんど足音は聞こえなくなった。俺は、やっと少しうとうとしてきて、眠れそうになってきた。すると、ズルッズル。また足音が戻ってきた。もう本当に勘弁してほしかった。しかし今度は隣の部屋などは、その足音は素通りだった。この部屋も素通りしてくれることを俺は期待したんだが、やはり。
その足音は再びこの部屋のドアの前で止まってしまった。ガチャガチャ。ドアを開けようとしている。俺は、体が硬直してしまった。が、その時友達がその音を不快に感じたのか。と寝ぼけながら、寝返りを打った。俺が目を開けて友達の方に視線を送ると、カーテンからうっすら日の光が見えた。少し夜が明けてきていたようだ。俺が気がつくと、すでにドアの音も足音もしなくてドアの向こう側に気配も感じなかった。俺が気がつかないうちに、あいつはエレベーターで降りていったのか。わからない。その後友達はあの夜の老婆の話もしないし、明るく忘れているようだった。だから、俺もあえて俺があの夜体験したことも話していない。現在は仕事上、友達も引っ越している。でも俺は、たまにあの夜のことを思い出す。友達も口には出さないが、俺と同じだと思う。怖いよ、ありがとう。本当？実はだし、しかも実体験だし、さらにあの老婆の正体も未だによくわからないから、この話は自信なかったんだ。でもこの時の僕と友達は確かに恐怖だった。うまくその怖さを伝えられたみたいで、苦労して携帯で書いた甲斐があったよ。笑い。ババアの踏切。ババアの踏切。ってのがあって、昔そこで電車にはねられて死んだばあさんの幽霊が出るとか。高校時代の友人がその踏切のすぐ近くに住んでいて、地元ではやたら有名なお化け踏切らしい。そのばあさんの幽霊なんだけど、電車が通り過ぎて遮断機が上がるとき、立っていたばあさんが遮断機とともに、上がっていくという、一見聞いただけでは、ギャグか、とも取れる話。実際俺もその話を聞いたときは、そのばあさんの姿を想像して爆笑してしまった。大体なんで遮断機とともにばあさんまで上がっていく必要があるんだ？上がっていったばあさんはどこに行ってしまうんだ？その友人の話では、上がっていったばあさんは、遮断機が上がりきると同時に消えてしまうらしいとのことだが、そんな笑い話か幽霊話がわからない変な踏切で、シャレにならないのはここからなんだけど、実はそのばあさんを見てしまうと、運が悪いと疲れる場合があるらしくて、疲れた人は何らかの不幸に見舞われるらしい。最近では近所に越してきた若夫婦の奥さんの方が夜に、そこでばあさんの幽霊を見てしまい、気がおかしくなって入院してしまったとか、その後旦那の浮気が発覚して離婚してしまったんだと、近所でも昔に何人か疲れた人がいるらしく、それが原因で亡くなった人もいるとか、お祓いをして取り払っても、ばあさんの幽霊はまた踏切に戻って止まり続ける。そもそも踏切自体をお祓いしても、ばあさんが強いのかお祓いの仕方がダメなのか、一向にいなくなってくれないらしい。そんなこんなで、地元では夜になるとその踏切には誰も近寄らないんだと。友人も夜になるとその踏切が使えないんで、えらい不便がっていた。東京近郊の某私鉄線の小さな踏切。注意、20歳くらいの頃厨房が3人くらいで1人をいじめてたからいかった。次の日に同じ場所にその厨房がいた。一度路地に3人が入って少ししたらでかび立って瓶のジュースで火炎瓶を作って投げてきた。近くに落ちたが勢いが足りなかったのか割れなかった。決して匂いを嗅いだらマジでガソリンだった。もし割れていたらと思うとゾッとする。しかも人間に向かって火炎瓶を平気で投げる厨房の神経を疑った。おさか。あまり怖くないかもしれませんが、投稿させていただきます。私の祖母から聞いた話で、昭和初期に実際に起こったことのようです。祖母の実家は愛媛にあるのですが、彼女の親戚に2歳になってもほとんど口を聞かない変わった子がいたそうです。その子の親御さんはそのことを大変心配していたのですが、ある日突然その子が、今日、大阪行く。大阪行く、と話し始めました。そこで親御さんは突然話し出したのと、大阪。ってそんな遠い地をこんな小さな子がよく知ってるな、
聡明な子だなと。喜んでいたら、その日親御さんが野良仕事に出ている間に、その子は崖から落ちて死にました。その子の死後、親戚中でその話になり、ああ、お墓って大阪ではなくお墓のことだったんだ、って気づいたそうです。意味がなく思える小さい子の言葉の中には、何かしらの意図があるのかもしれません。多分失礼しました。何か、海で溺れて死んだ子供が海に行く前に、自分が死んだ状況を暗示させる絵を描いてた、とかいう話を思い出した。中央線。私が5、6歳頃の話。私は、八王子に住んでいました。八王子といえば、八王子城やら絹の道、それに八王子駅など聖地とも言えるほど心霊スポットが多いのです。まあ、そんなことは置いておいて。私は、ちょうど今頃の冬に、母親に連れられて、電車を使って新宿までちょっとした旅行に行きました。高島屋で美味しいものを食べ、ついでにおもちゃも買ってもらって、満足しながら帰りの電車に乗ったのですが、新宿から2番目の駅に差し掛かったところで、突然母親が私の目を追いました。え、何？私は、驚きをにじませながら母親に聞きました。しかし、母親はひそひそ声で、次の駅で降りて、乗り換えようね、と言っただけでした。幼い私でも、何かが起きている、ということは、はっきり自覚できました。2番目からの駅から次の駅までは結構長い間隔だったように思えます。目を塞がれ、何事かわからぬままただ不安を抱いて乗る時間は、子供には結構な苦痛です。時折、目を開けようと母親の手を外そうとするのですが、そうすると、ダメ、と怒鳴られて、結局やらずじまいになってしまいました。そんなこんなで次の駅へ到着、私と母親は急いで電車を降り、ホームのベンチで座って次の電車を待つことにしました。発車ベルが鳴ります。その音は、奇妙に歪んで聞こえました。私の胸が得体の知れぬ緊張で高鳴ります。これまでは怖いという印象を抱いたことがないのに。さっきまで私たちが乗っていた電車が走り出すとき、不意に私は、窓に目を向けてしまいました。そして、見てしまったのです。こちらをにやつきながら睨む若い男の姿を、彼の頭はハゲており、暗赤色のスーツを着込んでいました。肌は人間と思えないほど白く、そして唇は際立って赤かったのです。その体験から十数年後、高校生となった私は、友人3人と共に再び八王子に遊びに行きました。奇妙な男のことなど忘れていたのですが、帰り際に再び見てしまいました。中央線のホームに立つあの男の姿を、暗赤色のスーツの色も、お白いのような肌の色も、何も変わらぬまま。間もなく到着することを告げるアナウンスが、ホーム中に響くと同時に、彼は身を投げ出しました。飛び降り自殺だ。でも、俺ら以外の誰も気づいていないみたいだぞ。背中を薄ら寒いものが走り抜けました。走行するうちに、中央線がホームに滑り込んできます。私は、再び、その窓にさっきの男の姿を、確かに、見ました。もう八王子に電車で行く気はありません。匂うだけどマイナスドライバー系っぽい怖さが、雨上げる。おしまい。